裕福とは言えない家庭に育った女子高生の凛は小学校から常に成績トップを誇ってきた特待生として学費免除で迎えられた学校で金持ちの同級生にそそのかされカンニングに手を貸す別の同級生の通報で発覚しても凛は懲りない奇想天外な方法を 思いつき大金と引き換えに同級生を米国の名門大学に送り込もうとするのだが平成30年に日本で公開されたタイ映画「バッド・ジーニアス危険な天才たち」はアジア各地で大ヒットした中国で実際にあった大規模な 不正行為をモチーフにしたというさすが管理・投与試験の過去が6世紀末から約1300年も続いた国であるやはり昔から不正は横行していたようだ70万余の文字がびっしり書かれたカンニング用の肌着が今も残っている21世紀に入ると 手口はますますすする。ペン型カメラや消しゴムに見せかけた受信機などハイテク機器を駆使すれば当局もドローンや監視カメラで防戦に努めてきた対岸の火事ではない今月15日に行われた大学入学共通テストで世界史 B の問題文の 画像が流出した問題は関係者に衝撃を与えている高校2年の女子生徒を名乗る人物が家庭教師サイトで知り合った東大生に問題を解くように依頼し回答を返信させていた他の大学生にも他の科目で同じ注文をしていたタイの映画は 主人公の凛が名乗り出て不正の事実をすべて打ち明ける場面で終わる。とここまで書いたところで大阪府内に住む受験生の19歳の女性が香川県警に出頭したとのニュースが飛び込んできた。私がやりましたと供述している。東大生をまん,まんまと騙したほどの天才なら 受験に真っ向勝負をしてほしかった。